こんにちは。よくしゃべる聞き上手、公認心理師の岩松正文です。今回のテーマは言葉の意味がわからない時の聞き方ということで、まずお知らせです。私、岩松正文が開催している傾聴の講座があります。この傾聴の講座の体験ができる体験会を毎月 Zoom で開催しています。概要欄にリンクがありますので、よかったらチェックをしてみてください。では今回のテーマ、言葉の意味がわからない時の聞き方ということで、なんか人の話を聞きながら、その人が自分が聞き慣れない単語とかおっしゃった時っていうのがあると思うんですね。そういう時に、あれ、今の言葉どういう意味だろうかなって疑問に思うことってありますよね。そんな時、あなたはどんな風に相手の方の話を聞くでしょうか。これは私の一つの例なんですけれども、こんな風に私はよく聞くという話を今日したいと思ってるんですが、ちょっと例を挙げますと、私先日ですね、健康診断に行ってきたんですね。で、去年健康診断に行った時はだいぶ数値が悪くって、あと、数年前からちょっと胃にポリープがあるっていうことで、で、去年の秋にそのポリープの切除手術をしたんですけど、それから初めて健康診断ということで、ちょっとドキドキしながら健康診断に行ってきました。で、血液検査も結果があまり良くないですね。コレステロールとか中性脂肪とかその辺がかなり悪くて、基準値の倍ぐらいあるものもあったりして、今回どうかなと思って行ったんですけど、まず私自身が今回行く時にやったことは、1ヶ月半、約2ヶ月前ですかね、から体重はちょっと落とすようにしました。だいぶ増えてしまってて、自分の中のベスト体重っていうのは60キロちょうどか59キロぐらいなんですけど、最大で今年の年明け1月か2月ぐらいですかね、64キロぐらいまで上がってる時があって、それを落とそうということで体重を落としていきました。当日の公式な計測値で 58.8 キロってことでね、60キロを 1.2 キロ下回っていくことができたので、体重に関しては自分なりに満足というか納得をしていったんですね。でも血液の検査ってよくわからないじゃないですか。で、それで、健康診断一通り終わりまして、最後にお医者さんの問診があるんですけど、その問診の時に、最近は早いですね、その場で血液検査の結果が全部じゃないんですけど一部出てきているということで、それも一緒に教えてくださいました。その時にお医者さんがこういうふうに私に言ったんですね。血液検査も含めてね、全ての結果がドラスティックに良くなってますねって、素晴らしいですねって、何もケチのつけようがありませんって、こういうふうにおっしゃっていただいたんです。なんか私もね、あ、そうですかとか思いながらね、なんか嬉しくなって聞いてたんですけど、実は嬉しくなって聞いてたんですけども、それは実はその時に頭の中にある疑問が湧いてまして、ドラスティックってなんだろうっていう、そのドラスティックの意味がわからないんですよね。この放送聞いてらっしゃる皆さん、あなたはドラスティックって意味わかりますか？これ後で調べたら、激烈にとか猛烈にって、劇的にとかね、猛烈にって意味があるらしいんですけど、その瞬間はドラスティックって意味がわかんないんですよね。でも良くなってるっておっしゃってたんで、ものすごくっぽい単語だなってなんとなくわかるんですけど、ドラスティックはよくわからないわけですよ。で、一瞬その時頭の中にね、ドラスティックって何ですかって聞こうかなって思った自分がいたんですけど、そこはスルーして聞いたんですね。で、私実は、これは一つ日常生活の中の例なんで、いつもこれが皆さんに当てはまったりするかどうかってちょっとわからないんですけど、私結構人の話をちゃんと傾聴して聞こうと思う時は、単語っていうのは質問しないですね。例えばドラスティックって言われた時に、自分がそれ気になってしまうことあるかもしれないんですけど、聞いちゃいけないかどうかって話またちょっと後でしようと思うんですが、私自身は分からない単語はそのまま、そういうふうにおっしゃったなというふうに認識をしながら、そのままとどめずに話は聞き続けますね。理由は2つあって、1つ目は、
傾聴するときに聞きたいものを、私の場合はその人の気持ちとかね、感覚っていうものを理解したくて話を聞いているわけです。そうすると、聞き手のこちらの方に気になった単語があったからといって、すいませんちょっとドラスティックって何ですかってこう聞いてしまうとですね、その人の今話している感情の流れっていうのが止まってしまうんですよね。それは私にとって本意ではないわけです。そもそも私は言葉の内容を理解したいんじゃなくて、気持ちとか感覚っていうのを理解したいわけですから、そこで留める意味がないっていう、そういう理由があります。で、2つ目は、私が知りたいのは気持ちとか感覚であると同時に、その人のありようを知りたいわけですね。ということは、ドラスティックっていう言葉ってあんまり使わないですよね。この非日常というか、その人には馴染みがあるんだけど、他の人には馴染みがないような表現っていうのは、まさしくその人の人としてのありようっていうのをよく表してると思うんですね。だから私がそこで理解したいのは、ドラスティックの中身じゃなくて、ドラスティックという言葉を使いたくなってるこの方がいるんだなと、この方にとってそれはすごくしっくりくる表現で違和感がないということなんだなと、この人を捉えてるという、その人のありようを理解したいんですよね。だからドラスティックだろうがドラムだろうがね、あの何だろうが何でもいいんですけど、単語の意味ってあんまり気にしないですね。で、後から調べればいいかなと思うんですよね。で、時々話の内容を理解しないでふんふんはんはん聞いてたら、なんかね嘘ついてるみたいじゃないかっていう人いるんですけど、で、私いつも思うのは、事柄を理解することももちろんいいんですよ。しない方がいいって言ってるわけじゃないんですけど、事柄を理解して気持ちを理解してないっていうのが普段の私たちの生活じゃないでしょうか。それは失礼じゃないんですかね。私はむしろ気持ちの方を理解できていれば、事柄の方はさほど重要じゃないかなって思う時もあるわけです。もちろんビジネスなんかの場合で事柄が重要な時があるっていうのはわかりますけど、その時っていうのは自分は何を知りたいのかっていう、そこの軸が違うんじゃないですか。ビジネスで知りたい時というのは、事柄を知りたい時っていうのは、事実関係が重要な時ですよね。それを情報として持ってなければいけないという聞く目的がそもそもあるんだったら、それは事柄を聞く必要があるでしょう。だけど、コミュニケーションを取ると、相手という人を理解するという時には、もちろん事柄も含まれていていいんですけども、それ以上に僕は気持ちとか感覚とかありようっていうのを理解するっていうことが必要なんじゃないかなと、それにより関係を作ったり、相手の本音っていうのを聞いていくわけですから、事柄を聞けば聞くほど本音が出てくるっていうんだったら話は別ですけど、そんなことはないですよね。そして私たちは日常的に事柄の事実関係の確認ばっかりしているからこそ、相手とうまく気持ちが分かり合えない。だから傾聴みたいなものが必要ですよって考え方になるわけですよね。なので、ドラスティックという言葉が仮に分からなかった時に、その分からなくて困ってるのは誰なのかって私まず考えるんですよ。そうすると、話してる人は困ってないですよね。その人にとっては当たり前の表現を使ってるわけですから、その人は困ってないと。じゃあ困ってるのは誰かって言ったら、聞き手である自分ですね。じゃあ聞き手である自分が自分の目的を達成したいと思った時に、その目的っていうのが自分でちゃんと理解できてるかっていうのが一番ポイントじゃないかなと。で、私の場合はなんですけど、もちろん事実関係も聞き取って全然問題ないんですけど、それよりは気持ちとか感覚とかありようっていうのをそもそも理解するという目的で傾聴してるんですね。だから、それの妨げになるようなことをすることは、自分の目的が達成できなくなるということです。なので、ここで私がお伝えしたいことは、ドラスティックを質問していいか悪いかっていう話ではなくて、そもそも自分が何のために傾聴してるのかっていう、その目的の部分が自分の中でちゃんと分かってるかって、ドラスティックという言葉を分かるんじゃなくて、自分自身をよく分かってるかどうかっていうのが、僕はその聞き方の軸を決めていくんだと思うんです。そうすると、自分を分かるっていうのは、例えば自分は何の目的で聞いてて、自分は何をしたくて、自分には本当は何が必要で、自分の現状では何ができて、自分は今何ができないのか、こういうことをちゃんと分かっていると、ドラスティックを質問することがいいことか悪いことかっていう言い悪い思考ではなくて、自分の目的が達成できるかできないかっていうね、こういう軸で物事を考えられるようになるんじゃないかなと思うんです。その時に仮にもうドラスティックが気になってしょうがないと、もう質問しないと
相手の話が全然聞けなくなってしまうっていう人がいるわけです。いるわけですというか、むしろ多いかもしれないですね。その時はもうしょうがないですよね。いいとか悪いじゃなくて、自分の目的が気持ちとか感覚とかありようを理解することだとしても、別の事柄が気になって聞けない状態の自分であるならば、それはもう聞かざるを得ないわけです。質問せざるを得ないわけですね。だから聞いていいんですかって言われるんですけど、いやいいんですかじゃなくて、あなたはそもそもどう聞きたいんですかと。それにかなった関わり方をしたいんだけども、自分の能力とか、ね、自分の心とかがあるわけですから、それの都合によって自分の目的とその時はずれてしまうかもしれないけど、質問せざるを得ないっていうことは、これはその人個人としてあり得るわけですよね。だから本当は自分はどうなりたいのかっていうと分かりやすいかもしれないんですけど、事柄を聞けば当然話は事柄の説明に流れますから、気持ちの流れっていうのは途切れてしまいます。であったとしても、今はそれは自分にとって聞く必要があるのであれば聞かざるを得ないですね。いいとか悪いじゃなくて聞かざるを得ないのだから、それは今は仕方ないよねと。だけど本来自分はどこを目指したいのかっていう、その自分が分かってないと、ね、質問することがいいか悪いかって、いい悪い思考で物事を考えちゃいますね。そうじゃなくて、物事が叶うか叶わないかっていうね、自分自身の軸で、傾聴ではじゃなくて自分はっていうね、自分主語でこう話せるようになると、本来の目的を見失わないで、聞いていくことができるんじゃないかなと。なので私は話聞きながら事柄の質問ってほぼしないんですよね。もしくはまあ仮にしたとしても、すぐに気持ちに戻る時には、聞く時もまあ絶対ないとは言わないですね。禁止してるわけじゃないので。だけど自分の目的が達成できないと思うことはできるだけしたくないので、私の場合は事柄の質問はしないと。その方がね、気持ちとか感覚とか利用の流れっていうのを私が知りたいように聞いていくことができるので、そういうふうにしてますね。こういうお話なんですよね。なのでぜひですね、傾聴では事柄を質問するのがいいか悪いかっていう事柄ですよね。傾聴という事柄がいいか悪いかっていう、その事柄で考えるんじゃなくて、自分が主語、自分軸ですね。自分はもうそもそも何をしたいのかっていうね、自分軸で物事を考えられるようになると、自分にとって今必要な聞き方、あるいはね、今はそうせざるを得ない、本来は違うかもしれない、目的が違うかもしれないけど、今は自分はそうなんだっていうね、こういうことで考えると、事柄を質問せざるを得ない時もあるんじゃないかなというふうに思いますね。また私は今目的がそもそも、まあ、いつでもというか、傾聴ちゃんとしようと思う時っていうのは何を知りたいかって言ったら、気持ちとか感覚とか理を知りたいからっていうふうに言い方をしたんですけど、そもそもそんなこと知りたくないっていう人もいるかもしれないわけです。別にそれはいいとか悪いじゃなくて、ただ傾聴するということはね、僕は相手の気持ち感覚ありようを理解することが傾聴は非常に使いやすいなと思うから、それを使ってるだけであって、もしそういうことをしたくないという人であれば、別に傾聴する必要もないんじゃないかなと。別のなんかその人の願いが叶うような聞き方を身につけていけばいいんじゃないかなと、そんな風に思うんですけども、これを聞いてらっしゃるあなたはどういう風に思われるでしょうか。今回のお話は参考になったでしょうか。もし参考になったら高評価、チャンネル登録をしてください。それではまたお耳にかかりましょう。毎月開催している傾聴の体験会では、皆さんの傾聴に対する疑問にお答えをしています。傾聴を初めて学ばれる方、また学習経験者でどうやって傾聴をすれば楽に聞けるのかよくわからない方、こういう方々にぜひお越しいただきたいと思います。概要欄にリンクがありますのでチェックをしてみてください。また最新の日程はメルマガから配信をしています。概要欄にメルマガの登録もありますので、そちらもチェックしてみてください。